どうもトラタですこのチャンネルは阪神ファンの阪神ファンによる阪神ファンのための情報共有チャンネルとなっております大好きなタイガースの情報をタイガースを愛する皆さんと共有できたら嬉しいですさて本日は5月24日中4日対ヤクルトスワローズ11回戦先発はタイガースが西雄貴投手カープが吉村投手で始まりました 西投手は前回5月17日の中日戦で7回1失点と素晴らしい投球で2勝目を挙げており本日は自身の連勝とチームの4連勝をかけたマウンドとなりました一方ヤクルトの吉村投手はタイガース戦4試合目の登板過去3試合で2勝を挙げており失点もわずか2対戦防御率1.06とほぼ完璧に抑えられており 今日こそは何としても打ち崩したい相手となりました初回タイガースは三者凡退に抑えられますがその裏西投手も負けじとサンタナ選手山田選手から二三振を奪うなど両チーム上々の立ち上がりとなりました二回表タイガースは佐藤寺明選手がデッドボールで出塁続く森下選手がセンター前ヒットでワンナウト一二塁のチャンスを作りますが続く梅野選手が 3回の裏には、西勇輝投手が先頭の長岡選手にツーベースを打たれると、続く古賀選手に進塁打で、ワンナウト3塁のピンチ。ここで打席には投手の吉村選手を迎えますが、ライトへの犠牲フライを打たれ、先制されてしまいます。4回、タイガースはワンナウトから大山選手のレフト前ヒット。 佐藤輝明選手のレフト線へのツーベースで1、2塁とすると、続く森下選手はデッドボールでワンアウト満塁のチャンス。ここで2回同様、チャンスで梅野選手に打席が回ってきます。先ほどはゲッツーに倒れ、悔しい思いをしましたが、今度は同点に追いつくセンター前ヒットでしっかりお返ししました。さらに続く木並選手がレフトト前ヒットで逆転 先敵の吉村投手をこの回で降板させました。しかしその裏、先頭のサンタナ選手をセンター前ヒットで出塁させると、ツーアウトを取りますが、ボークで2塁に進塁させ、塩見選手のセンター前ヒットですぐに同点にされてしまいます。迎えた6回表、タイガースは2アウトから木並選手がレフト前ヒットで出塁すると、9番西投手がセンターへのツーベースで2、3塁のチャンス。 ここで打席には、セ・リーグ得点圏打率1位の近本選手。3球目を打ってセカンドへの内野安打で勝ち越し、さらに山田選手の送球エラーの間にセカンドランナーも帰り、2点差とします。ところがその裏、先頭の山田選手にセンター前ヒット、村上選手にライト前ヒットでノーアウト1、2塁とすると、塩見選手に今日2本目となるライトへのフェンス直撃のタイムリーツーベースを打たれ、1点を返され、 なおも無視2、3塁のピンチでしたが、ここは後続をしっかり抑え、同点、逆転は許しませんでした。結局、今日の西勇輝投手は6回を投げ、104球7安打3失点となり、ランナーを背負う場面も多く、決して好調とは言えませんでしたが、3試合連続のクオリティスタート達成となり、勝利投手の権利を持ったまま降板となりました。7回からは西純也投手ががマウンドに上がり 西西系統となりますが、ワンアウト後、サンタナ選手、山田選手に連続フォアボールを出してしまい、1、2塁としたところで降板します。代わって、岩貞投手がマウンドに上がりますが、4番村上選手にライトへのタイムリーを打たれ、同点に追いつかれ、西勇輝投手の勝ちを消してしまいます。さらにののののピンチがが続きこここでこの回3人目の投投手手となるる今日2本のタイムリーを打っている 塩見選手をサードゴロに打ち取りますがこれが併殺崩れとなりその間にランナーが入りついに逆転を許してしまいますそして迎えた9回のタイガースの攻撃この回は1番からの高打順ではありましたが近本選手中野選手が微妙な判定もあり珍しく2者連続の見逃し三振でツーアウトこれで万事休すかと思われましたが3番ノイジー選手のライトへの当たり ライト並木選手のまずい守備もありスリーベースとなります続く4番大山選手がフォアボールで歩きツーアウト一三塁で佐藤輝明選手に打席が回りましたその初球思いっきり振り抜いた打球はライト線へのツーベース一塁ランナー大山選手の激走もありタイガースがここで再逆転しました9回裏は岩崎投手が昨日に続き連投となりますが 怖い山田選手、村上選手をしっかり抑え、8セーブ目、タイガースが今シーズン3度目の4連勝となり、27勝14敗1分けと、貯金も今シーズン最多の13となりました。佐藤輝明選手は、試合後のヒーローインタビューで、絶対回ってくると思って準備をしていた、積極的に初球から行こうと思っていた、絶対打つって決めてました、めちゃくちゃ嬉しいですとコメントしました。 岡田監督は試合後「でっかい一生やな大きいよりもうちょっとでかいな」「うーんまあそういうことやな野球ってな最後まで分からんてもう本当にな3アウト目まで分からんいうことやろな」「いやそんなお前相手のことは知らんがな関係ない相手のことなんか自分とこの勝ち負けやからなそんなもん」「今ヒットも出るしなどっからでもチャンスとか作れるよな」と嬉しそうにコメントしました。 今日は本当にどっちに転んでもおかしくないようなシーソーゲーム、ただ、9回ツーアウトからこういう試合を逆転して勝つって、すごくないですか、もう本当に、あれに向けて一直線といった感じがします打った佐藤輝明選手はもちろんですが、先日の森下選手のサヨナラヒットの時もそうでしたが、大山選手の高走塁が本当に光りますよね。 打ってよし守ってよし走ってよしこんな頼もしい4番本当にいませんさて本日の試合皆様はどのようにご覧になりましたでしょうか個人的には興奮がまだ冷めませんなんか優勝する時のチームってこういう勝ち方をシーズン中に何回かしますよね去年までのヤクルトがやっていたような試合をなんかやり返してやったっていう感じがしましたそれにしても今年は 各チームのストッパーから逆転勝ちするシーンが多いような気がします野球は9回2アウトからと言いますし見ているファンも諦めちゃいけないんだなということを改めて実感しました今日の皆様の試合の感想をコメント欄で教えていただけると嬉しいですさてこれからもどんどんと阪神タイガースの情報を皆様と共有していきたいと思っておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします また今回の動画が良かったと思えていただけた方は高評価もしていただけると嬉しいですそれではとらたでした